臓をやられたのか。このままじゃやばい。大丈夫かサラ。バカみたい、あんな小さな子に刺されるなんて。ひでえガキだ。おい手を貸せ。待って、よし、ゆっくりだ。また来るぞ。ここにいたらまずい。屋上に行ってヘリを探すぞ。おい助けてくれ、怪我をしてる。彼女どうしたんだ。あの怪物どもにやられたんじゃない、刺されたんだ。でもヘリはいっぱいだ。なあ聞いてくれオブライアン、早く病院に連れて行かないと。このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おいなんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ。そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ分かったよ。でもヘリには2人までしか乗せられない。2人ってふざけんな。無料オーバーなんだよ。2人以上は無理だ。分かった。おい手伝ってくれ。ほら安心しろ、大丈夫だからな。捕まってすぐ戻ってくる。よしブーザー、早くヘリに乗るぞ。待て、早く乗らないと。聞こえてたぞ、あと2人しか乗れねえんだろ。ほらさらっと行け。心配すんな、こんな傷へでもねえよな。そうだな。行き先は何？どこ行く？スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメ。サラ、ブーザーを一人で残したら死んじまう。近くにいる。またエンジンを切れ。生きてるぞアルバレス、しっかりしろ。アルバレス、何があった。これはドイツにやられたリッパーどもか。レオンにやられた。あの野郎。
よし、任せろ。あっちだ。行くぞ。いかにやられてえのか。もしかしたらキャンプに行くつもりねえのかもな。いや、レオンがブツを売る相手はホープランド以外いないだろう。ああ、ちょっと待て。何かあったのか。見つけたぞ。あっちだ。後が新しい。お前はどこで追跡を覚えたんだ。ガキの頃よく親父と狩りに行ってな。何キロも鹿を追ったもんだ。かすっただけだ。あんな奴の弾でやられるかよ。くそ、あの野郎。だから大丈夫だ。滝の方に降りてったに違いない。しかも相当出血してる。すぐに追いつくだろう。調べろ。すごい血だ。失血ってのはかなりの激痛らしいが、お前はよく知ってるよ。アルバレスはまだ生きてたぞ、クズや。あいつに使う弾がもったいねえだろ。おっと、ちょっと待ってくれ、ブーザー。レオン、ブーツをどこに隠した。おとなしく言えば、てめえと違って人思いにやってやる。迷ってる時間もなさそうだ、レオン。奴ら血の匂いを嗅ぎ取ってすぐにここまで来るぞ。生きたまま食われるってのはどんな気分だと思う。なあ、生きながら引き裂かれるのはすぐにわかるぞ。くさばれ。
そうか、アバよ。いや、待て。分かった、分かったから。あれは、ここにある。どこだ？墓地だよ。あの、古い墓地の中だ。ありがとうよ。おい、待て。やれよ。このまま置いていかないでくれ。早く。やれって。この嘘つき野郎め。やれ。こいつを証拠に持ってけ。あれでよかったんだ。あそこで見捨ててたら、あのクズと同じになっちまう。おい、待て。この辺に傷の手当てに使えるものがないか探してみる。何か作れそうだな。あとはこいつらも合わせて。よし。よし、とりあえず腕を失わずに済みそうだな。今夜は狩りに出て少しは稼ごうと思ったが。この雨じゃきついだろう。でもクレジットを貯めて必要なもん買わないとな。はあ、そうだな。でも早めに帰るぞ。くそ、体が重いな。レオンのバイクに何かないか見てみる。ああ、嘘だ。なんだ？あの野郎。おめえバイクで漏らしたのか？ガソリンだ。レオンの野郎、燃料ポンプを打ちやがった。やつのバイクの部品は？こりゃダメだ。はあ、仕方ねえ。ウリアリーザンに戻るぞ。朝になったら部品を持って戻ってくりゃいい。いや、朝まで待たなくても部品ならすぐ見つかる。あ？クレイジービリーがここから近い。そこに寄ってこう。何考えてる？もともと狩りをするつもりだったろ。あそこなら部品も手に入る。冴えてるな。レオンに何渡された？なんかの地図みたいだ。バイクを回収したら墓地に行って調べてみるから。ああ、だな。なあディーグ、明日タッカーに薬を届けてレオンの賞金を手に入れたら北に向かうってのはどうだ？北に行けば何か変わるってのか？さあな、とにかく俺はここを離れてえんだ。見ろ、道が塞がれてるぞ。気をつけろ。
何日か前にも同じようなことがあったが、リッパーどもがトラックを使って道を塞いでたんだ。こいつを動かすぞ。行く。ネロの検問所を通るぜ。じゃあもうすぐだ。くそ、おい、どうする？ショットガン貸してくれ、先に行く。検問所のせいで渋滞したみたいだな。あんでもって身動き取れねえでフリーカーにやられたか。ああ。ったくバカどもが、さっさと逃げりゃいいもんよ。考えなしに国の奴らに従ってわざわざ殺されるのを待ってたってわけだ。トンネルの中じゃイチコロだったろうな。この匂い。あ、くせえ。そこだな。ほら、行くぞ。いや、待て。火炎瓶はどれくらい残ってる？帰りでいい。今はほっとけ。いや、今片付ける。この野郎、暴れてだけだろ。お出ましだ。Good.
やめろ、ディーコ。落ち着け。もう死んでる。ショットガンが壊れちまう。そうだな。また行くつもりだな。何の話だ。難民キャンプだよ。だからそんなにイラついてんだろ。イラついてねえ。サラが死んだのはおめえのせいじゃねえ。黙れ。あの時一緒にヘリに乗ってたとしても二人とも死んでただけだ。